い、どうも皆さんこんにちは、カズマックスです。突然ですが、皆さんはカフェラテとかカプチーノとか飲みますか？好きですか？ドトールとかスターバックスとか、あのシアトル系のカフェってね呼ばれるようなとこによく行く方はよく飲んでると思うんですけれども、あとまあコンビニとかスーパーとかね、まあ、どこでも大体まあパックで売ってるのもありますよね。まあ、ノンシュガーのものから、砂糖、シロップ、まあ、いろんなねフレーバーシロップみたいなものが入ってるものとかいろいろありますけれども、バリエーション多いですよね。楽しいですよね。ああいうのって大体、カフェとかやっぱ行って、だそういうところで、うち以外で、飲むじゃないですか。だけどね、実はうちでも結構できるんですよ。僕普段ね、こういったものを使って、うちでカフェラテカプチーノを作っております。だいぶ昔ね紹介したことあるんですけれども、こちらマキネッタもしくはモカと呼ばれるような、イタリア系のコーヒーを入れるために使われる、機械です。まあ、よくコーヒーの話題で、カフェオレとカフェラテってどう違うのみたいなよく言われるじゃないですか。でもあれって、まあ、厳密には結局あの牛乳とコーヒーを使っているのでそんな違わないんですよ。材料的には一緒で、要は国というか地域がね違うだけで、基本的には同じものと捉えてもらって大丈夫です。だけれど、普段例えばカフェ、まあ、喫茶店とかに行って、出るコーヒー、ドリップコーヒーっていうやつですね、いわゆるあれとはねちょっと違うんですよ。カフェラテに使われているのが今日本で、まあ、喫茶店とかで、基本的に飲まれているスタンダードなコーヒーっていうと、まあやっぱりペーパードリップとか、まあ、ドリップに類するようなものになると思うんですね。それ以外でいうとフレンチプレスとかエアロプレスとか、あとサイフォンなんかもありますね。もちろんそれぞれで味の特徴だったりとか、まあ、魅力っていうのはあるんだけれども、まあ基本的にはまあ液体のみんながイメージするコーヒーっていうのが出てくるんですよ。だけど、こっちはわけが違いまして、全くもう本当別物、コーヒーなんだけどちょっと別次元のもの、まあ、呼び名が変わるくらいの別のものって考えてもらって大丈夫だと思います。あのスタバに行くとさ、でっかいエスプレッソマシンってあるでしょ、あのバカでかいやつ、あれでこうハンドルみたいなのつけてこうエスプレッソがこうバーッと出てきて、それを使って、まあ、牛乳とかさ入れながらあのビバレッジを作ってくれるじゃないですか。あれが要はエスプレッソ、まああの特急って意味なんですけれども、エスプレッソマシンを使って、濃いコーヒーをもう凝縮して、抽出するという、さっき紹介した、まあ、ドリップとかとは、まあ、本当一線を画すものなんですね。で基本的にイタリアでは、まあ、日本でいう喫茶店みたいな感じでイタリアンバールっていうものがあって、そこにでっかいエスプレッソマシンが基本的に置いてあって、そこでバリスタさんがコーヒーを入れて、まあ、ビバレッジを作ってくれる。でそれがカフェラテとかカプチーノとかいうわけなんですよ。だからエスプレッソイコールイタリア風のコーヒー、イタリア方面のコーヒーと思っていただければまあいいかと思います。ああまあでも今回言いたいのはそこじゃなくて、そこはあんま重要じゃなくて、結局何が言いたいかっていうと、このマキネッタを使うことで、濃いイタリア風のコーヒーを入れることができるということです。もちろんこだわってる家庭とかね、まあ、日本でも、エスプレッソマシンを自分で持ってる方もいらっしゃいますけど、基本的にイタリアの家庭に普及していて、まあ、一家に一台はあるでしょうって呼ばれてるのがこのマキネッタですね。中でも特に有名なのはこちらですね。このビアレッティおじさんというのがプリントされているモカエキスプレスっていうビアレッティ社のモカです。マキネッタですね。これがモカエキスプレスっていうから、俗にモカって呼ばれるようになって、でモカコーヒーの語源になったような感じですね。人気ナンバーワンのマキネッタって言ったら、まあ、まずこれになるのかな。ですみません、あと話が長くなりましたが、要はこれでイタリア風の濃いコーヒーを入れることでエスプレッソで作っているような、まあ、カフェラテとかカプチーノとかそれに類するような、まあ、ビバレッジですねをこれで作れるんですよ。でそれどっちが美味しいとかそういうことの話ではなくて、まあ、お店で飲むエスプレッソにはそれにしかない味があるし、こっちにはこっちにしかない味があるということですね。で僕はこれで作るね、コーヒーのアレンジメニューが大好きで、まあ、よく朝食後とかに飲んでるんですけれども、まあ、やっぱりね一人暮らししているとちょっとこれだと量多いんだよね。これ3杯用なんですけど、これ、別メーカーでね、リゾリのザリーナっていう別会社のマキネッタで、だいぶ前に、ね、買ったやつでこれをよく使っているんですけれども、ちょっとね最近というか、まあ、ちょっと前から気になってることがあって、このね注ぎ口の出来があんまりよろしくないのよね。結構裏漏れするというか垂れちゃうんですよ。便利でよく使うだけにね、ちょっとフラストレーションというかちょっと溜まり始めてね、ちょっとまあいいの欲しいなと思いまして、でこっちのモカエキスプレスに関してはね、あの裏漏れとかあんまりなかったんで、まあこれなら大丈夫だろうということで、これのちっちゃい版を買いました。いやまあ多分ねちょっともったいなくねって思う人もいるかもしれないんですけど、そんだけねやっぱマキネッタが便利なんですよ、大事なんですよ。
これに、コーヒーの粉と水を入れて火にかけるだけですぐ濃いコーヒーができるから便利で毎日使っちゃうんですね。だからこそまあちょっと納得できるものが欲しいなと思ってちょっとチャレンジのつもりで買ってみました。開けていきたいと思います。はい、じゃあいきます。よいしょ。おうおう、ロゴ付きのガサガサ紙で包まれております。おお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 おすげえ、キラキラだ。え、こんなんだったっけ。8年くらい前にね、買って使ってたこのマキネットとはえらい違い。あ、こんなにくすむんだね。気がつかなかったわ。で、やっぱちっちゃい。全然違う。かわいいね。で、材質はアルミ製になります。かなりね、軽量で、まあ、熱伝導率も良くて、まあ、使いやすいやつかなと思います。これ以外にステンレスってのもありますけど、まあ、とりあえず堂々なね、こいつを買いました。で、これバリエーションがいくつかあってね、なんかエスプレッソ、さっきのに近いような、こう、クレマっていう、層ができる、泡の層ができる、らしい、モデルもあるし、他にもね、まあ、形とかメーカーは様々あります。で、早速ね、こいつを使っていきたいと思うんですけれども、まず慣らし運転をしなきゃいけません。はい、こちらに用意しましたが、ちょっと古くなったままですね。この慣らし運転のために残しておきました。まあどっちかっていうと深いめの油分が出る、コーヒーの方がいいですね。なんでそもそも慣らし運転をするかって、これ、まあ、アルミ製って言いましたけど、まあ、金属製で、まあ、金臭いんですね。まあ、最初にちょっと 2,3 回、まあ、多くて5回くらいかな、慣らし運転をしないとちょっとね、まあ、美味しくないらしいんで、何度かコーヒーを通して油分をなじませてこうコーティングをして、ちょっとまあ厳密にはっていうかだいぶ意味が違うかもしれないけど、スキレットというシーズニングみたいなことをするわけです。だから今回用意したこの豆は、まあ、あくまで、慣らし用と割り切って、もう入れても飲まずに捨てると、もう割り切れる豆を用意しましょう。普通にね、まあ、入れて飲める範囲のものを使ってしまうとちょっともったいないですね。まあ絶対ダメなわけじゃないんだけど、とりあえずこいつを使って、慣らし運転していきましょう。まずこの豆を挽きます。とりあえずネクストジーナが一番細かいやつでいいかな。これがエスプレッソマシンとかになってくると話が変わってきて、すごいね、なんかでっかいグラインダー、専用のグラインダーで、細かく均一に引くことが重要になってきたりとか、まあそれに対応した手引きミルがあったりとか、まあ結構ね、ゴミゴミしてくるんでちょっと置いときましょう。それはひとまずマキネタでやる分には僕はこれでまあいけるかなと思ってます。今のところこれでやってます。えい、いい香り。はい、こんな感じで細かくね引けました。こうやって細引きにすることで抽出が早くなって短時間で、コーヒーが出ることになります。まあ、コーヒーの抽出器具って、ものによってこういう引き加減を調整するのがかなり大事になってくるので、マキネットの場合は必ず細引きでやりましょう。ペーパードリップだと中細引きから中引き、中粗引きくらいまでかな。まあ、抽出時間は本当に短いとはいえ、こんだけ細引きにして、高温でさらに火にかけて、抽出するこのマキネッタっていうのはやっぱり濃いコーヒーを出す文化の、ね、イタリアならではだと思います。さあ、それでは早速やっていきましょう。まずはこれを分解します。一番上のサーバー部分、そしてフィルターバスケット、そして安全弁付きのボイラー。まずはボイラーに水を入れます。よし、まあ、大体この安全弁の下あたりまでですね。もうちょい入れとこうか。よし。で、今度はこいつです。この網のフィルターバスケットに細引きにした粉を入れます。まあ、これ人によってタンピングって言って押したりもする人もいますが、僕はある程度を持ってトン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 と叩くと結構下に入っていくので、これで擦り切れば、まあ、十分かなと思ってます。よし。で、そうしましたらこの3つを合体かぶせてひねる。うん、アルミ製なんでね、本当におもちゃみたいな軽さなんですよ。これで本当に入れられんのって、火にかけて大丈夫かって感じになってたんですけど、これがね、美味しい濃いコーヒーを入れてくれるわけですよ。さあ、それでは早速火にかけていきましょう。よっ。まあ、これ別に水からじゃなくても、ね、お湯からやっても大丈夫です。ケトルから直でいっても OK です。その方が時間短縮になりますしね。まあそれでもいっぱい用なんでね、相当すぐ沸くとは思うんですけど、というかかっこいいなおい
こんなキラキラしてたっけ。あ、まあでもこっちはこっちでね、使い込んだっていうこう証だから、勲章だから、このね、くすみもいいよね。完全オタクだねこれ。いやでも趣味物ってさ、こういうのもロマンじゃないですか。使い込んで育てていくっていうね。あ、ただですね、この火なんですけど、僕これガスバーナーでやってるからいいんですけどね、日本の家庭のコンロでやる、ガスコンロでやろうとすると、もしかしたら火がはみ出てしまうかもしれないんで、そうするとね、ここが取っ手が焼けてしまったりするから、あ、まあ、なんだったらこういうの用意した方がいいかもしれないですね。キャンプ用のやつとかもあるんで、サイズ的にこれよりもう1段階大きいくらいの、まあ5とか6廃用のやつだったら、家庭のコンロでもできる気がしますけど、もしかしたらそこだけちょっとね、ハードルかもしれないですね。あれ、あ、もう来てた。もうかなり沸いてました。おお、これ上焼けると飛ぶんでね、気をつけてください。はい、では沸いたら速やかに火を消します。今ちょっとコーヒーが出てくるところだけ見せられなかったから、後で見せましょうか。2回目でやりましょう。よし、じゃあ一旦これ持ってキッチンに行きます。はい、というわけでやってまいりました。こちらキッチンですね、こちら流していきます。もったいないけどね、正直ね、まあ、ここは心を鬼にしてある程度冷めてから流します。熱々でやるとシンクに悪いんでね。よし、本来であればここで一旦すすぐんですけど、今回はあくまで慣らしなのでこのままいきます。まあ、正直この作業は時間がなかったらいっぺんにやらなくても数日置いてやってもいいかもしれないですね。あと、まあこうやって1日でやる場合でもあんまりサクサクやらない方がまあいいかもしれん。その方が慣らしのコーヒーとね、触れ合う時間は長くなるし、馴染みが良くなるだろうなとは思います。よし、じゃあ本来はねゴミ箱に捨てるべきなんですけど、一旦これ出してみましょう。はい、こんな感じです。ちょっと崩れてはいるんですけれども、クッキーみたいな感じで出てきました。これが本当に冷えて固まるまで待って出すと、本当にもうクッキーで出てきます。これはこれでまあ 2,3 回分溜めて、乾かして冷蔵庫にそのままぶち込んで消臭剤にしたりとか、そういう使い方もありますね。はい、それではもう一回やっていきます。はい、まあこんな感じですね。こちらのところにちょっと油分がついて残ってるの分かりますか。これを洗剤で洗うんではなく、もうむしろ洗剤 NG でこのまま残して抽出を重ねていきます。完璧に馴染んで飲めるようになっても、このままずっと洗剤は使わずに洗います。おお、いい感じ、いい感じ。閉めますね。とあ、よし、OK、3回目と、はい、なんだかんだ粉が結構あったんで、これ5回目です。あ、本当にぴったりくらいだね。スリーピランクっていいレベル。はい、じゃあ最後いきます。いや、ほんとね、巻き焼いたってめっちゃ簡単なんですよ。特殊な技術とか何もいらないから、粉入れて水入れて沸かせばいいだけで、しかもね、これメリット、まあ、メリットって言ってるか分かんないけど、ね、忙しい朝とか、まあ、今これでサクッと準備して飲み物を作るじゃないですか。それをね、そのまま、流しに放置していけるんですよ。普通、まあ、コーヒーサーバーとか、まあ、ドリッパーとかって、使った後、まあ、色素沈着とかがちょっと気になったりするから、まあ、早めにこう、サクッと洗いましょうね、みたいなこともあるじゃないですか。多少は、まあ、しょうがないにしても、なるべくっていう話で。だけど、このマキネッタに関しては、ほぼほぼ、まあ、洗うってことはあまり、まあ、ないので、水洗いささっとすればいいだけだし、あと、油分をなじませるっていう面で、まあ、もしかしたらもう、放置した方がむしろいいのかっていうくらいの、まあ、わかんないけど、かなり楽に考えていいものだと思うので、そういった意味でも、まあ朝の味方というか、まあメリットっちゃメリットなのかな。で、あとね、これが結構高温で、で、しかも、こんなのが細かいし、ずっともう火に当てて沸かしてるから、香りがね、結構するのよね。で、基本的にまあ使うのって、割と深入りめのコーヒーだし、
部屋中にね、こうコーヒーの香りがね、すごい広がっててね、めっちゃいいのよ。朝だって感じがする、すごく。あ、沸きましたね。よし、じゃあ5回目終了。はい、5回やりましたが、最終的にこんな感じ。まあ、そこまで見て、目でね、分かるような劇的な変化ではないけれど、まあ、ちょっと馴染んでるのが分かりますね。ピカピカではなくなりました。じゃあもうこのままやっていきますか。よし、じゃあ今度はカズマックスブレンドにしよう。もう冬ブレンドを全部これに追い込もう。今までありがとう、冬ブレンド。また次回だね。よし、では同じようにやっていきます。よし、よし、じゃあこれでしばらく待ちましょう。やっと飲める長い道のりだったな、おい。お、おいた、おいた。よし、よし、それではせっかくなんでね、こうやって電子レンジでチンした牛乳をブインしていきましょう。お、いい感じ、いい感じ、泡立ってきた。あんまりやりすぎるとね、泡にしかならないから、まあそこそこでいいかな。よし、そしたらこのコーヒーを注いで、まあこれ量お好みで、僕は結構濃いめっていうか強めが好きなんで結構入れちゃいます。もう全部入れちゃってもいいかな。こういうね、カスタマイズができるのも、まあうちカフェの強みですよね。あ、でもスタバとか行くとやってくれたりもするのかな。はい、それでは注ぎます。よくスタバの人がこうやって泡出してくれるよねよし、いいかな。はい、OK、カフェラテじゃないな、これカプチーノかな。はい、完成です。でせっかくなんでね、今日は、はい、こちら、チョコレートシロップも用意しました。これで軽く線でも引っ張れば、はい、よし、はい、お手軽にね、カフェモカ風になりました。ちょっと下手くそなのは許して。はい、というわけでね、出来上がりましたんで、飲んでいきたいと思います。いただきます。あー、チョコの香りがいい。出来たて。あー、おー、あー、うまい、あ、うまい、好きな味。しっかりめのコーヒーと牛乳が、うん、いい感じに合わさってる。この強さは本当にマキエタならではですよね。あー、で、そこにね、ちょっとチョコシロップがね、混ざってね、あー、うめえ。うめえ。で、僕実際これ、ほぼ毎日、最近はまあ紅茶が多いけど、去年のね、春から秋ぐらいにかけてはもうずっとマキネタでした。まあ、ちょこちょこね、こう好みによって、その時の気分によってね、飲むビバレッジ変えたりするんですけど、で、今だと昼ご飯の後かな、朝ご飯の後紅茶飲んで、昼ご飯の後これ飲んで、まあいろいろアレンジ変えながら、蜂蜜入れたりシナモン入れたり、本当にアレンジが効くんで、そういうのやりながら夜は普通にドリップコーヒーというか、すごいね、いい生活してますよ。飲み物一つでね、本当に気分って変わるから、なかなか本当にやっぱ忙しいんだけど、独立したばかりだし、やっぱこういうね、一杯を飲む時間を設けると本当にね、落ち着ける、美味しい、うん。で、今回やったこの内容であればね、全然朝もできると思うし、セットだけして沸かしてレンジチンしてる間になんか朝ごはんでも作ればいいさ。で、まあ食べながらとか、まあ、食後とかでこういうの飲んでいいじゃないですか。うちカフェって楽しいよ、本当に。で、それを一気に身近にしてくれるのがこのマキネッタという機械でございます。これ1個あればイタリア系のアレンジメニューもうほぼほぼ何でもできるし、クレマが必要とかね、そういうの以外は、あ、あとあれですよ、
アフォガードができるんですよ。バニラアイス買ってきて、それにね、もうスーパーカップでも何でもいいからこれかけたらもうめっちゃうまいの。ちょっと冷やして立てた生クリームと合わせてアイスに、そのままアイスにしてもいいし、逆にあえてこれだけもうモカコーヒーとして楽しんでもいいと思いますし、僕の父上はね、僕がこれを買ったばかりの頃よく入れてたんですけど、クレッツってそのまま飲んでました。まあよく砂糖入れない方がいいとか、まあむしろイタリアの方では砂糖が入っていてねとか、まあいろいろ論争が起きますけど、まあ究極的にはもう本当何でもいいと思うんですよ。次に飲んでもらえば。さっき言ったスターバックスとかだってね、あそこはシアトル系のカフェって言って、まあフレーバーシロップとか甘い系のねものをガンガン入れたり、まあ牛乳使ったりこういうのを使ったりねしてるくらいですから、まあコーヒーなんて自由な形でいいんですよ。まあぜひこのマキネッタをね、楽しいカフェ生活のお供に1台いかがですか。まあサイズ的には1,2,3,5 とかあったかな、なんか結構まあメーカーによってあるんですけど、本当に一人で一杯だけだったらこれでいいと思う。複数人とか、あと結構飲みたいよとかっていう場合は、まあ2、3、まあいろいろ増やしてもらって、本当に日本でいう急須みたいなね、イタリアでは本当にもう一般的な、ごく一般的な特別なもんでもない、普通に買っていいものだと思いますんで、まあ熱源だけさっき言ったようにちょっと用意してもらえれば大丈夫だと思います。使う水も基本的に軟水で大丈夫だと思います。いや本当美味しかった。ことだで、こいつらまあ消臭剤にしますかね。5回もやっちゃったから結構な量になっちゃったけど。いやしかし、なんか久しぶりにマキネッタできてよかったな。ずっと紹介したかったんですけど、なかなか時間がなくて、一時期、前ね、3年くらい前とかまでかな、マキネッタシリーズって言っていろいろ動画出していて、まあ、もしよかったら見てみてください。で今後もね、またちょこちょこ、まあ、リメイクしたりとか新しいものを紹介したりとかしていこうと思ってますね。また出ると思います。はい、というわけで、今日のカズマックスのコーヒーワールドでございました。また次回お会いしましょう。じゃあね。ごめん、終わりかけたけど、大事なことを言い忘れてた。せっかくこれ買ったのにさ。まあ、ビアレッティのこの、モカエキスプレスね、やっぱり注ぎ口、すごく注ぎやすかったです。裏漏れとか、まあ、完璧にゼロではないけれど、基本的に漏れないし、まあ、ちょっと振り方によってね、ちょっと飛ぶことはあるんだけど、まあ、パーツパーツの、噛み合わせとか、すごく作りがいいし、全体的に良かったと思いました。買って良かった。これからこれを使おうと思います。はい、というわけで、また次回お会いしましょう。じゃあね。